はい、どうも、トラキチの無課金ハオロード12球団編です。現在ですね、2020年の1月1日の、午前1時過ぎなんですけども、夜中の1時過ぎですね。はい、ということで、まあ、新年、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますということで、まあ、新年一発目の動画なんですけども、前回ね、12球団編では、この2020、ハッピーニューイヤー10連福袋、これを40連までやってたんですけども、ちょっとエナジーの関係上、50連目はね、後回しにしてたんですけど、今回それをしようかなと思ってます。5回目ですんで、S ランク 2019OB 第3弾1人確定ということで、まあその OB 選手なんですけど、狙いですね。狙いは阪神のバース選手が一番欲しいですね。ポジション的にも一塁がファーストがですね、A ランクしか持ってませんので、まず、バース選手欲しいですね。あと、まあ強いという、もちろん有能、超有能選手ですね、欲しいですね。阪神枠ということもありますけども、でポジション的にショートの宇野選手も欲しいです。中日の、ショートはまだ B ランクなんでね、ちょっと、ここはちょっと S ランク埋めたいなと思ってますんで、宇野選手も欲しいと思ってます。はい、まあプロスペ応援団の方がまだ累計のSランク取れてないんですけどもね、その前に、まあ、2人欲しい選手がいますんでね、2人以上ですね、2人以上欲しい選手いますんで、まあこれ開封する前にも、50年もやろうかなと思ってます。はい、まあこっちもね、もうすぐ累計取れるんですけども、まあ誰が来てもね、誰が来てもというか、まあバース選手か小野選手が来てもどっちにしてももう一人欲しいんで、50年目もやろうかなと思ってます。はい、まあ、できれば通常のね、S ランク選手も来てほしいですね。 OB 選手ばっかりだと、ちょっと現実の方もね、なかなか難しくなってきますんで、通常の S ランク選手もできれば来てほしいなと思ってます。はい、それでは、10連ですね、50連目やりたいなと思います。新年一発目、狙いはランディ・バース選手と宇野選手です。来てください。お願いします。それでは行きます。さあ、来てくれ。どうでしょうか。2人、3人と来てほしい。Sランク選手。B ランク、 B ランク、天原選手が来てた。はい、 B ランク、A ランクでもいい。お、なんか来た、なんか来た。お、 A ランク、高橋選手セーブですね。 A ランク一人来ました。もっとじゃんじゃん。 S ランク選手もう一人来てくれ。 S ランク来てくれ。厳しいか。あー、厳しい。OB 選手ですね。まあ、S ランク選手はちょっと通常来ませんでしたけども、OB の S ランク選手、ランディ・バース選手か小野選手来てほしいです。お願いします。来い。おお、小野選手来た。よし。よし。はい。狙い通りです。よかった。はい。小野選手来ましたね。これはちょっと狙い通りですね。完璧です。ショートこれで S ランク。入れましたね。はい、いやー、よかった。ちょっとね、まあ40連、前回の動画で40連したんですけども、今回50連目ですけどね、確定以外で S ランク選手来てなかったんで、ちょっとどうかなと思ってたんですけども、最後狙い通りの宇野選手来てくれましたんで、よかったです。はい、いや、これは嬉しい。A ランクの高橋選手も来てますね、セーブの。ちょっと嬉しいっすよ、狙い通りよ。ちょっと宇野選手見ましょうか。宇野選手はアーティストですからね。中日、ここ。はい、そうですね。ショート守備的弾道アーティスト、ミート69、パワー83、走力65。いいですね。はい、ちょっと補給の方がね、33ということで F ですね。
まあ、ここはまあ目つぶります。その代わりホームランじゃんじゃん打ってもらいたいなと思ってます。特能はアーティストとプロヒッターとチャンス。はい、いや良かったです。狙い通り来ました。はい、新年一発目の動画、ガチャでしたけども、狙ってた選手が来たんで大変満足してます。はい、今回はこんな感じですね。またプロスペ応援団のね、方の累計の S ランク契約書開封するときに動画上げますんで、また見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉12球団編でした。